やっほーみんなまさとだよということですね。ちょっと前回の動画の時にね、ちょっとサブちゃんの方でやるみたいな話を、まあしたんですよ。ちょっと詳しくはね、前回の動画の最初の方見てほしいんですけど、歌いすぎて喉痛くなっちゃってね、しばらくも喋るのもしんどくて、で、だいぶ喉の方も回復してきたんで、まあ来週再来週あたりにね、まあ動画撮ろうかなと思ってるので、ね、で、まさとね、偽物がね、めちゃくちゃ多発してるんですよ。一応まさとの公式アカウントっていうのを作らせていただいたので、よかったらね、友達追加してください。ということでですね、今回ね、リクエストが一番多かったね、ヴァンパイアという曲を歌って、今回もね、キモボカラタマシリーズ撮っていきたいと思います。チャンネル登録と高評価皆さんよろしくお願いします。ということでですね、本編を楽しみください。バイバーイ。あ、もしもし、こんにちは。あれ、電話聞こえてます？あ、聞こえてます。あ、よかったよかった。なんかすごく落ち着く感じのね、女性で僕すごく好きです。ありがとうございます。あれ、やっぱ知りました。あれあれ、つながってんすよね、これ。生きてます。あれ、生きてます。よかったです、よかったです。もしかして嫌われたりとかしてないかな。まだ大丈夫。あ、まだ大丈夫。時間の問題。まだ大丈夫。任せてください。僕話した人大体15秒で切られる才能があるんで。未来ちゃんでいいですかね。はい、未来です。あ、未来ちゃん、よろしくお願いします。僕の名前で、むしろ、まこちゃんも、よろしくお願いします。ちょっと今、割れながら滑舌やばかったですね、今。過去最大に滑舌やばかったですね。ご年齢をお伺いしてもよろしいですかね。いくつだと思いますか？いや、出た。一番困るやつよ。じゃあ、とりあえず18歳ぐらいに手出して怒られるから、今いろいろ考えて、世間的なところ考えて、年行き過ぎてると、こっち来てるなとか思われたりとかもするから、大体、20歳ぐらいですかね。じゃあ、それで。あ、それでいいですかね。あ、じゃあそれで、うん、それはよかったよかった。なんかノリ感じっすね、意外と。意外と落ちたら失礼か。結構言われるかも。そう、おとなしい系かなと思ったけど、意外と喋ってくれるから、なんか嬉しいかもしれない。そう、兼ね備えた感じで。あ、兼ね備えた感じね。最速ケミね、自画自賛ね。 OKOKOK。 ちなみにちょっと、なんか今僕、未来ちゃんに対しての興味がめちゃくちゃ湧いちゃってるんだけど、ね、これハモリ聞いても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。じゃあ、なんかな、ないかー。でもな、聞きたいことあれもあるし、これもあるし、あ、困っちゃった。じゃあ、ぐいぐいとね、迫っていっちゃっていいですか？なし。ちょっと僕ね、今日、距離の詰め方、グッグッっていくタイプなんで、ちょっと詰め込んでもらうような形で。ちょっと突き放すかもしれない。はい、ちょっと突き放すような感じでね。その倍の力でグッっていくんで、全然、はい。もう気づいたら目の前みたいなとこにいるんで、お願いします。迷惑。じゃあ、ちょっと何から聞いていこうかな。ねえ、ちょっと何型なんすか？血液型。ほんと、何かあったら僕はさ、すぐさ、同じ血液型で一緒に助けようよ。血液型をちゃんと把握しないとね。何型 ?A 型です。A 型？俺も A 型だよ。イェイ。アンパンリスク安いの。そっか、じゃあ、お休みの日とかは何してるんですか？映画見るか漫画読むかって。え、ちなみに、どういう映画を見るんですか、基本的に。なんか考えさせられる系が好き。もやってする感じね。え、そう、もやりたい。もやりたい、新しい言葉作るね。あれとかが、ディカプリオかなんかでした。インセプション。インセプションね、僕見たけど結構面白かったよ。おすすめ。そう。バカにしましたね。やってくれた、ほんとに。かわいい、かわいい。え、初めて言われたかもしれない、かわいいって。わかった？じゃあ、最近見た映画なんすか？最近見たのは、ゴーンガール。あ、びっくりした。俺、あっちの方かと思った。逃亡しちゃった方のゴーンかと思って。で、僕でも、どちらかというと海外ドラマばっか見るんですよね。あ、でも、あれめっちゃ見ちゃうみたいなのあるんですよね、一個。はぁ。彼女？そうそう。なんか内容としては、AI に、を好きになってしまった男性の話なんですよ。二次元にはまる人の。そう、近いと思う。AI ってどんどんさ、自分のこと学んでくるわけじゃん。確かにね。なんか未来ちゃんがすごい好きな声で、好きな喋り方で、未来ちゃんの好きなこと分かってるから、こういうこと言ったら喜んじゃうな、みたいなのが全部分かるよ。あー、やばい、それは。そう。だから、好きになっちゃう。乗れるかもしれない。そう。だから、本当に未来ちゃんが俺のこと今好きになっちゃってるのはしょうがないことであって。それはないんだ。あ、それはない。全然。学んできなかった。写真撮って。え、でもね、わかる。二次元に恋してた時があったんで。あったんすか、二次元に。銀魂の。銀魂よこい。すいません、一番怒られるやつやっちゃった。銀魂の坂田銀時に脳内で結婚してたの。すごいな。うふふんって、そんな笑い方するやつ俺。峰不二子の笑い方って、うふふんは。なんか音楽とか結構好きですか？結構
構好きですよ。あ、カラオケとかよく行くんですか？あ、カラオケ行きます。一人カラオケとかも。一人カラオケハードル高いけどさ、行ったらめちゃくちゃ楽しくない？ね、時間が秒で過ぎますよね。え、でも一人カラオケさ、最初行くときめちゃくちゃ緊張せんかった。超緊張してさ。でもあれ、きっと店員さんは何とも思ってないですね。あ、思ってないんだよね。多分結構いるもんね。あとなんか、結局、延長に延長重ねちゃうタイプだもん。あ、分かる。30分ずつしていくタイプでしょ。分かる分かる分かる。でも30分30分やの申し訳ないな。あ、じゃあすみません、じゃあ1時間のご用意しますって言ってさ、飽きたなってなるよね。知らんけど。あの30分ごとにやっていくのがなんか楽しいよな。どういった歌を歌ったりするんですか？生き物係とか。ブルーバードとかね。いいよね。はばしゃいりちゃら。そんなないと一緒。チャラシチャーノワン。エロい、エロい、エロソラ。エロい。ボカロとか全然聞かないですか？ボカロ大好き。あ、ボカロ好きなんだ。あれだよね。じゃあ今回さ、この中和してる理由として、僕の気に入った子に歌を歌うっていう目的で、この中和に入り浸ってるのよね。まあ、未来っていう僕の星を見つけちゃったので、未来ちゃんにさ、まあ、さっきちょっと聞かせちゃったと思うんですけど、僕のこの美声をお届けしてもよろしいんでしょうか？ぜひ。ぜひ、いいの？なんかちょっと嫌がらない。じゃあ、嫌です。あ、じゃあ嫌だ。じゃあ嫌だ。あ、聞くか聞かないかで選択肢があるのであれば聞きたくない。ちょ、聞いてよ。いいじゃん。俺が俺が。はい、どうぞどうぞ。いいのいいの、本当？歌ってる最中9とか絶対やめてよ。フリですか？ちゃ絶対聞いちゃダメよ。わかりました。大丈夫ですか？はい。じゃあというわけで、ミュージックスタート。いや、今日もフリースタイルラップ。聞ける俺のラップのスキル。ここで未来は俺に惚れる。お前はピラフ。ずっと息をしてる。あのなる不安のカリス。もうもう果てぐっと息をしてもいらないだけうるさいだけ。誰かそれらばそれはさらればそがってたって気持ちに逆らえない。泣いていても感じてるえも見させて実はでもいいもん。苦しいもん苦しいもん呼び出もんでないだけだと。知ってました。知ってました。え、知ってた。どういうこと。何を知ってた。え、知らない曲だと思ってた。あ、びっくりした。僕のこと知ってたと思って。そっちやろ、そっちやろ。あ、知らない知らない。